ジェフユナイテッド千葉のファン、サポーターの皆様、本日はアルビンにお越しいただき誠にありがとうございます。ここがアルビン、そしてこれが松本山田サポーターです。よろしくお願いいたします。それでは2012 J リーグディビジョン2第9節、松本山田 FC VS ジェフユナイテッド千葉、まずはジェフユナイテッド千葉のスターティングメンバーの発表です。ジェフユナイテッド千葉スターティングメンバー、背番号1番ゴールキーパー岡本正広、背番号23ディフェンダー武田英二郎、背番号3ディフェンダー竹内明、背番号5ディフェンダー山口聡、背番号29ディフェンダー大岩和樹、背番号10ミッドフィルダーレジナルド、背番号15ミッドフィルダー兵藤明宏、背番号20ミッドフィルダー伊藤大輔、背番号16ミッドフィルダー佐藤健太郎、背番号18フォワード藤田義人、背番号9フォワード深井雅樹。続いてリザーブの紹介です。背番号17ゴールキーパー串野亮、背番号2ミッドフィルダー中本雅孝、背番号13ミッドフィルダー山口圭、背番号19ミッドフィルダー田中龍介、背番号8フォワード大呂井、背番号14フォワード新田智之、背番号32フォワード大塚翔平。そして監督は木山隆監督です。
さらに背番号の順位は松本山田サポーターの皆さんです。本日も8人の声援、